どうもー、世界100億人の数少ないからコアの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。11月14日、朝です。朝です。はい、今日はね、西村さんの何していくって言ってましたね。何していく、はい、何していく、今日今日も編集していく。あ、編集、はい、何かだっけ。いや、なんかちょっといろいろ考えたいって。あー、はいはいはいそう、いろいろ考えたいんですね、今日はね。うん、あの僕のね、あの立ち位置だったりとか、はい、うん、あの、あの企画のね、もうちょっとこう精密さを出してみるだったりとか、うん、出し方を考えてみるだったりとか、はいはいはい、うん、まあ見せ方の部分ですよね。その辺をもうちょっとこう考えていこうかなって思っております。お、いいですね。うん、正解が出るか分かんないけどね、うん、考える方向にちょっとベストを尽くします。はい、やっぱそういう考える時間とる大事ですからね。大事だね。はい、うんうん、特にないですけど何かしながら考えるのがね、ちょっとまた違うんだよね、質がね。うん、精神的なところってことです。素晴らしい。はい、はい、じゃあ僕もいろいろ考えたいなと思うので、うん、まあ、明日はね、ちょっと特定日がね、結構僕期待してるんでね、うん、そこをしっかり活動していきたいなと思うので、うん、今日今のうちにできることを届けていきたいなと、はい、思います。思います。はい、すいません、絶対今日はそうっすか行ってきます。行ってきます。どうもー、はい、こんばんは。はい、こんばんは。今日の結果報告していきます。しましょう。はい、うん、今日はですね、まあ15時半ぐらいまで、編集作業をした形ですかね。そうっすね、そうっすね。はい、頑張って。まああんまり稼働する時間なくて、うん、16時からうちに来ました。はい、どうしますか。今一瞬ちょっとゲップが出て失礼しました。はい、で今日はですね、西村さんと初めて言ったんですけど、うん、まあ、絶対西村さんが好きなんだろうなというシンフォギア。シンフォギアね、これは好きだよ俺アニメシリーズも全部見てるからね女性女性女性だよ、女性、うん、意味は分かんない、打ちましたね。打ちました。うん、まあ今日は西村さんにだいぶ選んでくれってお願いしたのでね。うん、はい、そうそうそう、うん、いや僕もね、本当に西村さんが今日選択した、うん、ルパンと、うん、シンポと、あともう一つ何でしたっけ、オウミビブラックの、どっちの方を選択しました。ライトライトの199の、あ、199の新しい方ですか、それとも前のやつですか。古いやつ。あ、古い方。あ、やっぱりさすがですよ。僕も全く同じこと考えてましたもん。あ、そう。お店の中で。あ、それは嬉しいね。うん、うん、あ、やっぱじゃあそれなりに見えるようになってきたんだね。うん、うん、って思った。まあ僕はもうやっぱりシンフォだなと思ったんですよ、クリーンで、うん、はい、まああとはギフドどうもいいかなと思う、キャロつまりかなと思ったんですけど、うん、まあシンフォでいいなと思ったんで、それを選択したのはさすがだなと、あー、思いました。ありがとうございます。ただ俺今日ね、あの、うん、シンフォを打つって、うん、あの、あ、で選んだと選んでって言われた時にね、うん、シンフォって言ったら、うん、絶対こいつアニメ好きだから言ってるよって思われたくなかったから、はい、あの3機種あげたの。そうですね、はい、実はね、うん、まあ、そんな話なんですけど、はい、結果は、結果は、短い時間ながら2人で10万4千円のプラス。やったよ、すげえ。やっぱり喜んじゃったじゃないですか。あ、そいや、ちょっと待って、教科書で言ったらすいません、あの大したことないですねって言って、大喜びするってシナリオ考えたんですけど、ちょっといきなりこうやっちゃってた、思わずすがれちゃって、すがれちゃって、ちょっとこうやっちゃない、バレてるしね、こういういつ頃ができなくなっちゃいましたけど、はい、あ、まあ、素直に喜びましょうよ、はい、今日はね、まあ、そうですね、うん、うん、有料店見つけて、昨日、今日で連続で買ってるわけでしょ、うん、実際ね、うん、で回転数も僕の代ね、まあ、途中まで26だったんですけど、ちょっと下がったの25ぐらい、うん、はい、で出玉削りがないんですよね。結構削るところは削るんですけど、シンフォギアって出玉、うん、はい、で寝る時に効かなくなったりとかするんですけど、うん、それがなくて、しかもちょたわり打てる、うん、もう最高でした今日は。最高だよ、最高の店を見つけて、最高の、ちょっとまあいい環境、ちょっとまあ使っていい環境で出てて、うん、回転数すごく出まけずになかったと、はあ、素晴らしい環境ですから、はあ、
僕の代もね、多分25ぐらいあったと思うんですよね、はい、1回500円で35回転ぐらい回っちゃったから分かんないんだけど、うん、まあ、かなり回ったんですね、あれはね、はい、1ボーナス150ぐらい増えるね、あれね、あ、増えすぎか、それはあの、ひねりしたときにね、あそうですね、10個賞金だとそうなってますもんね、目の出てくる、あ、そうそうそう、賞金はで、売ってますよね、うん、はい、ですた、ま、とは言うてもですよ、僕はこれ西村さんに絶対フィードバックしなきゃいけないっていうのがやはりあるので、はいはいはい、はい、シンフォギ、まあ西村さんね結構、まあ、ひねり値、まあ、レベル的には覚えてきてますよという段階なんですけど、まあ、シンフォギアって今は多分ひねり値シンフォギアで初めてやっちゃったと思うんですよね、うん、はい、ただシンフォギアはアタッカーが下にあるので右に打った後に球が到着するまでにめちゃくちゃ時間がかかるんですよね、他の台だったら右ら辺にあったりとかしてくれるんですけど、下にあるので到達するまで時間かかるんですよ、はい、そうで、今日僕が目視で見た限り3回パンクさせてるんですね、3回パンクした、はい、うん、僕が目視で3回だからもっと本当多いかもしれないんですよね、もしかしたらね、はい、いやもしかしたらって自分知ってるでしょでもそれだと思うけど、ああ、うん、だと思うけど、うん、パンク、まあ、つまりあの、まあ、弾が入ってないのに時間が来ちゃって閉じちゃうことですね、これめちゃくちゃもったいないので、超もったいない、はい、なので、まあ、シンフォギアは特に下にアタックがあるので、もっと早く、うん、でパンクあるよっていうのも頭に入れつつ、うん、打ってほしいなと、そうね、というところです、あ、やっぱね、初めて打つやつちょっとパニックなんだよね、やっぱね、うん、あのハンドルの感覚も違うしさ、はいはいはい、うん、あのなんかシンフォのハンドルってさ、うん、ホットのね、ハンドルに比べるとさ、うん、あの、なんつうんだろう、ぐるぐる回るじゃない、ハンドル、うん、あの銀の部分、8は、はい、うん、でもさ、そのシンフォは、ま、同じようにハンドルもあるけど、うん、このセンサーがさ、ハンドルのこのちょっと奥のところにあるじゃん、うん、銀の、はい、やつがさ、あれがなんかね、ちょっと苦戦したよ、うん、僕、はい、っていう話、はい、まあ、いろんなハンドルあるんでね、うん、をしていっていただきたいなという感じです、ね、まあ、もうちょっと細かく言うと、うん、まず6個打つんですね、6個打って上を見ながらで6個打ったら6個をちょっとずつ強くしてあの力だけも調節するんですよ、うん、で6個打ったらすぐ下見て、まあ、何個入ったなっていうの分かってでそこから足りない分を打っていくんですよね、5個じゃない、何6個だ、7カウントなんで6個落ちします、まず、あ、そうなの、5個だと思ってた、え、5個だって聞いた、聞いた、6つか、6つです、あ、いきなり6つ打っちゃってください、あ、そういうこと、はい、7カウントずっと5でやってた、え、ずっと5でやってた、それもだから時間を遅らせちゃってってことですよね、はい、なるほど、で、気をつけるのがスルーの下かな、上かな、おまけ小球口があるんですよね、アタッカーの上に、はい、おまけ小球口に入ったらもうすぐにその入っちゃった分足りない分を打ち出していく、うんうんうん、あとアタッカーから外にこぼれたら、うん、例えばあ2個外流れたなって言ったら足りない分を2個とか3個とか足りない分を打ち出していくっていうのをすぐやらないとパンクしちゃいますね、うん、そうね、でアタッカーに球が拾った7個8個9個ぐらい拾うじゃないですか、うん、拾ったらもうあのアタッカー主役の目視で見て打ち出すよ、遅いので、うん、閉じて球がもう入ったなっていうのを確認した時点でもうすぐに打ち出さないと、うん、届くまで時間かかっちゃうので、そうか、はい、それがパンクしないためのコツですね、シンフォギアでは、うん、時間かかったよ、それをなんかちゃんとできるのに、そうですね、最後の方は良かったよ、最後の良くなってきます、うん、はい、苦戦したな、ちょっともうちょっと打たないと、うん、忘れちゃう、これでまた打たなくて、僕もまあ例えば5個入ってきて、あ1個足んない、あ1個足んない、1個足んないって なって、うん、あ結構時間使っちゃったなって言った時はもうしょうがないと思ってもう打ちっぱなしにしたりとか、うん、4つ5つ打ちにして変えたりとかする時もあるので、うん、はいはいはい、それは結構的時間も頭に入れつつ、うん、ひねりもしなきゃいけないので、うん、あのそこも柔軟に考えながらやってほしいなと、うん、いうところですね、はい、勉強になります、はいはい、あとシンフォギアの、まあ、技術力で言えば1ラウンド目
っていうのかな、うん、もう V 入賞の時ですね、はいはい、まあいろんなキャラが V を狙ってって言うんですけど、光が2回来たら打ち始めて、うんうん、で、10カウントですね、アタッカー、うん、10カウントか、15回パカパカなんですね、うん、まあそれ両方とも数えておくのがベストではあるんですけど、うん、それは大変なので、うん、まあ僕の場合は、まあ、10カウントだけ数えてて、うん、止めればいいかなと思います。はい、あれも、あれも入ればね、3つ勝機が来るので、うん、1個だけ入ってすぐ止めちゃう人もいますけど、うん、ちょっと球増やせるチャンスなので。そうだね、バカバカ、はい、うん、ダメです。何すか、9個入って止めるようにしてたんだけど、うん、それは大丈夫だった、はい、あ、それでいいと思います。9個ぐらいで、はい、8個、9個ぐらいで、うん、OK、じゃあよかったですね、うん、あれ意外と入んねんだよな、入んない時があってさ、うん、あの10個全部、うんうん、あの電座庫がさ作動してる時あんじゃん、たまに、はい、なんかスルーのストックがあんのか知らないけど、はい、わかります、うん、あれが邪魔ね。そうですね、うん、あれ回避する方法ないもんね。ないです、うん、あれの発動条件は、うん、2連チャン目以降、はい、で、かつ残りの電柱保留ラスト1回の勝負の時当たったら開かないんですよ。うん、はいはいはい、そう、それまでに当たったら、うん、開いちゃって、うんうん、なかなか球入んなくて、うん、まあだからそっちにばっかり拾ったりとかして、うん、その後また入んなかったらもしかしたら、うん、V に球が1個も入んないっていうリスクも あったりするので。恐ろしいことだよね。まあめったにないですけどね、うん、うん、ちょっと焦ったもんね、気をつけなきゃいけないですね、はい、うん、はい、あるいは WA とかももっと早いから結構余計、ね、気ぃつかなきゃいけないですけど。あ、そうなんだ、うん、はい、ですね。で、あと今日僕がこんなことあったって話なんですけど、今手紙保留消化してて結構暑い時期来てます。当たりそうです。で、その3回転後にまた手紙が来ててこれ当たるんじゃねえかなっていうのがあったんですよ。ああ、はいはい、当たりましたね、うん、はい、で、まあ案の定当たったんですけど、その3回転後の保留当たる可能性のあるこれ消化させない方がいいんだろうなって僕思って、うん、消化させないですぐ打ったんですよね、うん、最終決戦だった時、はい、はい、で、ツイッターで聞いたら、あ、カラオコさんの打ち方はそれでそっちの方が機械的には良かったですよっていう声が多かったんですね。まあ、一人だけ、いや、全部消化させた方がいいですよって言ってましたけど、はい、うん、あれはもう僕も結構モヤモヤしてるんですけど、うん、YouTube 見てる人もぜひ、分かる方いたら聞かせていただきたいんですけど、うんうん、へそ保留全部貯めて消化してから最終決戦やった方がいいのか、それとも、もう消化なるべくさせないようにしてすぐ打ち出したらいいのか、どっちなんだろうね、うん、機械値的には多分消化させないですぐ打った方がいいんだろうけど、振り分け違うもんね、ラウンド数のへそと天井で。そうです、うん、当たったらシンフォギアチャンスには入るんですけど、うん、はい、ただ僕的にはシンフォギアチャンス入れてひねりで球増やして、しかもひねりしてる間に結構球に左にへそ振り溜まっちゃうので、うん、そこまで多分計算してない期待値だと僕は思うんですよね、はいはい、うん、だから、時間効率も良くなるし、僕はへそ振り全部溜めて消化させての方が、うん、期待値高いんじゃないかと。つまり僕は少数派の意見です、正直、うんうん、と思ってるんですけど、わからない答えは、うん、どっちがいいんだろうね、うん、その時間的に早いプラスへそが溜まってっちゃう、うん、から学園終わった後がさプラスになるって話でしょ、うん、学園終わった後のへそと、うん、ラウンドの振り分けか、うんうんうん、16ラウンド取れる可能性があると、うん、どっちがいいんだろうねちょっと今ね、YouTube 見てるか見てくださってる方多分10万人ぐらいいると思いますので、ちょっとコメント欄にちょっと残していただけたらなと思います。100億人じゃねえんだ、ね、まだ、はい、10万人ぐらいしかいないので、はい、あ、そうなんですか、ぜひご意見いただけたらなと思います、はい、
送りください。はい、お願いします。はい、まだ言い残したことありますか？言い残したことは特にないっすね。うん、はい、はい、じゃあ今日は早く休んで明日に備えましょう。はい、どうしたんですか？勝手に動いてました。この彼はアーモンドは大好きです。差し入れであのアーモンドを持ってきていただくと喜ぶと思います。はい、学園中の台に多分譲ってくれると思うんで。いや、譲らないです。今日ツイッターでそういうの、あのシンフォギア打ってますかって、まだ僕打ってます、打ってますっていう前に、あのツイッターでコメントしてくださった方がいたんですけど、あの声かけてください。なんだって気になって仕方ないので、はい。ファン増えてますね。はい、ありがたいですね。はい。今日はそのとこですか？はい。はい。です。はい、いや、ありがとうございました。はい。はい、バイバイ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。